小原明がジーコジャパンを救うシャープ4やってまいりました。いよいよ今回はですね、アジア一次予選の最終節をお送りしたいと思います。前節タジキスタンになんとか勝利、最終節は首位イラクとの対戦となりました。突破の条件としては勝利のみ、勝利以外は一次予選敗退となってしまいます。絶対に勝利が必要な状況、果たして一次予選突破することができるんでしょうか。それではまず前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずはコトラさんから、15分35秒のシーン、 YBK ゆっくりボールが来たのにということです。ゆっくりしたボールに合わせることができませんでした。続いてシャブゲームさんから、11分20秒のシーン、シャペウから長さに名前が変わって出そうということです。あのプレーは今でも許しません。続いてワシトンさん、26分5秒のシーン、体育のサッカーでやらかす卓球部の図ということです。頑張れ卓球部。そして最後に赤吉のイレブンさん、1分35秒メンタリティ1なのがそうということでした。メンタリティ高めていきましょう。ということで皆さん、たくさんのコメントありがとうございました。また今回の動画でもコメントどしどしお待ちしております。今回はですね、一次予選最終節ということで、この1試合をお送りしたいと思います。特別に試合時間20分で行いたいと思います。それでは泣いても笑っても最終節です。一次予選イラク戦、早速いってみましょう。さあ今回のスターティングメンバーはこちらで臨んでいこうと思います。ツートップの一角、私は絶好調となっております。注目です。さあいよいよ一次予選の最終節になってまいりました。このグループで最終予選の切符をつかめるのはもちろん1チームのみ。現在得失点差でイラクが首位に立っている状況、日本としては勝利です。勝利のみしかありません。日本日本日本バボレッポ日本日本。いや本当ダメよこれは。よし、キックオフで試合がスタートしました。勝ちしかない。いやいや、もう当たり前でしょ。うん、笑いとか本当いらない。いいいい、それが気持ちで当たってるわ、これは。目標は勝ち点3。かぶった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 。おおおおおおお。出して。いや、いい。ダウン。オフサイド。お二人。いや、俺だったらオフサイドあったな。惜しい惜しい惜しい。惜しい惜しい惜しい。縦に送ります。日本浮き球で来た。どうよ、なんとかナイス。誰か中にいればよかったんですけどね。シュンさんナイス。いやーいやー、一声かけようよチーム名。シュンさんがお前から返せよアンサーを。じゃあありがとう、ありがとう。申し訳ございません。あ、危ない。うん、オッケーオッケー。うん、注意ですよ。いやー、え、なに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 、オフが、あ、これオフか、されました。なんなの、ごめん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 。オッケーオッケー。いや、全然全然、前もなったんでしょ。なってで、結果でしょ。いや、これが取った。フィニッシュ。サントス、オッケー。サントス見てくれ、一回使って。サントス、シュンさん動かねえな。サントスからフィニッシュです。いやー、まずいよ。こういうとこで早く止めた方がいいですよね。あー、ガラケーサイド、そっちに出してくれば助かった。いや、全然助かってねー。だから終わってねーや。日本、ここはしっかりと守りました。いきますね、相手に出してくださ い, いおい、え、何、出して、オッケ ー, オッケー。マジで中出せよ、絶対中出せよ。出すから早く。いやー、中入れて、日本日本守れ。いや、行かないろって。いや、いやー、おーっと、決まらない。いやー、いや、決まりませんでした。決定的でしたね。そうですね、でも死で絶対決めねえじゃん。行こう行こう行こう。キックオフなのに、ね、じゃあ、ちげえよ。おい、出して。この大きな場所は、ダメよ。ナイス。ちょっと怖いな。オッケー、日本。だからその無言で鬼パスやめろよ。キーパーキャッチ。いや、全然全然、無言の方がいいんだから。普通に鬼パスする試合じゃねえから、どう考えてもこれ。日本、
危ないよ、危ない。切ります。え？え、何？パン。これ大事、これ大事、大事に。オッケー。まあ裏行くのです。え、なんだ。いや、ちょ、今、すでに動きついてる。オッケー。裏。当てるわ、一回。ナイス。いいよ。このスルーパスは。いやー、邪魔してんの。しょうがねえだろ、動きとしては。絶対俺のパス。強国一だろ。俺も前行くのは当然じゃん、国のために。さあ、ロングパス。結果当たっちゃったんだよ。外した。日本。思い切って打ってきましたね。日本。外れましたけどね。これが次に来てるの。あそこはなんとかスルーとかしてほしいんだけど。もう前から。うんうん。もちろん。あ、それ取ってくれたんやった。この位置から投げのサビル。ハンガムジャイ。いける。いやー。オッケーオッケー。ターン。いや。中田さん、あ、ナイス、オッケー大きく横へ運んでいきます。うん、福西です。中田さん、行ってくれ。ボールは中田です。なんかいいよ、いとなんでずっと、もっと膨らめよ、中田さんとも直線的な動きしかできないんだよ、これそれがお前、よくね。できるだから直線っていうのは別に横に行けばいいよ、下がるのが。そう、確かに。ボールは中田です。それはちょっとやりすぎなぁ、なんでそのパスにコメントしないの、お前は。全然いいから、全然まだあるから。オッケーパン、こっち、くっ、ここに高橋、ナイス。いいワンタッチです。いやぁ、この高原しかいねえ。いや、小原もいるんだよ。シュンさん、かぶっちゃった、かぶっちゃった、これ。下向くな、下向くな。危ない危ない、まずい。ナイス、吉勝。怖っ。危ない。いいよ。いやー、まずいって。浮き球で来た。ぐらぐら。オッケー。これも。ナイス。日本、出してくれ。ボールを奪いました。オッケー。前半40分を回りました。ちょっとさ、そこ丁寧にやろうよ。コメントしろよ、感情なくさないで。パスを繋いでいく。いいんじゃない。いやー、拾えましたよ。ナイス。拾えちゃった自分が。何。いやあ。まずくない、それは。おいおい。オッケー。危ない。裏抜けていいよ。オッケー。いや、ちょっと。そうなかったか。出ろ出ろ出ろ。いや、出ないか。サントス。さあ、日本危ないぞ。ターン。オッケー。ターンよ。ピンチを。お前そこターン。いやー、ごめん。中にしっかり入ってきますね。ええ、ダンコ。オッケー、ナイスよ。サイズ出して、オッケー。チャンス、カウンターできる。シュンさん、オッケー。頼む。オッケー。なんかある。お前る。オッケー、これでいいじゃん。おい。え、なんでシュート打たないの、あれ。奪いました。なんで絡むって。マジかよ。お前もっと。いや、あれはでも早く出してあげた方が良かったよ。セッティング。おい。え。いや、相手ラインが超綺麗。関係ねえ、綺麗だからって何してもいいのかい。もう一度頭。いやー、綺麗な指。綺麗な指して誰のことだい。北澤さん、前半を0対0で終えたわけなんですが。おい。お前も。いや、でもあの空振りはちょっとわかんねえんだよ。はい、ありがとうございます。
少し単調になっているパターン。惜しかったね、済ましていいことじゃねえよ、こんな決定機を。一つ工夫が必要かもしれませんね。よし、マジ行こうぜ。よし、スイッチ。よし、今後半が始まりました。イラン、エンドが変わって右から攻めます。その反対側が日本。軽く出してタジ、ボールはない。しよし、あー読まれていました。ちょっと、おいおい、ちょっとお前やめろよ、それは。おい、お前だろ、もう先輩は。イラク、ひどすぎだろ、登場。マジでも何やってくれてんの。マジ帰ってくんなよ、そうやつ日本に。いやもうそのまま旅行ってやおかしいでしょ今の。水さすなよ本当に。違うとかじゃないじゃん、お前やってることが。急になんかバス行くじゃん。 QPK じゃねえんだ。関係ねえだろその時の俺の表情は。マジでこの…え、なんでこんな動いてんの、このゴールに。いや、だから待ってんじゃん、俺はカウンター信じて。だお前だよ、これは完全に。いや、お前まずこれ何なんでこんなとこに。論点すり替えんなよ。いや、お前ほんとやばいって、これはマジで。いや、絶対やって。絶対やって、ちょっと本当に。さすがに、さすがに取り返すプレーしてね。お前もな、マジで。サッカー、味方へパスぶつけられる。それもお前方向性やん。まだ勝負は分かりません。いや、マジでやばい、本当に。爪さんぐらいしか話せる人いない。違う。あ、いいパックでしたね。中村がボールを奪う。いやー、サイド出せないか。右サイド。え、お前ポジションどう。いや、でももう攻めないとやばいでしょ。いや、だから作れるのかって、両方とも前に。でも、シンジもいるから、うん。いや、だから作る人がいないと、前回ってこないんだよ。え、置いたのこれ。あ、マッチもありました。まだ諦めていません。いや、俺、前出せ。いやー、どうしたいの、持ちすぎ。ターン。いやー、ちょっと、いろいろ飾っちゃってるよ。守りが固い。オッケー、たぶん、なんで行かなかったの。なんで逃げたんだよ。一旦後方へ下げます。鼻ほじってるしかもねえんだよ、マジで。ほじおい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 、オッケー、右を使って。いやー、危ない、噛んだ。左へ出す。え、え、いやパスはオフサイド取られましたね。おっし、おっし、よい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 。なお中田コーチ様で入れます。アンガルカディ、もう行かないと。またタッチを割りました。サモネティ、よし、やいやー、よしよしよし。カウンモカ、いや、一点もんとかじゃねえだろ。ハンガムジャイ、お前を失点してる。オッケー、いや、さあ、こっからだ。いやー、ちょっといない、いなかったから、もうそれしかない、一旦は。いや、何笑ってんだよ。いやー、この後、この後、この後は大事じゃん。ちょっと、そうですね、ニアね、うん、ニア、ニアだから、ちょっと後から入ってきて、うん、オッケー、いくよ、うん、いいよ、うん、ボールが入ってきた。いやおっしゃ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 、未来行こう、パボネッポーネッポーネッポーパボネッポー、おい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 、セットプレーから決めてきた。うわ、完璧でしょ、この入り方。攻撃の形は良かったんじゃないですか。オッケー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 、よし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 。日本、いや、これ、大丈夫かな。いやいや、もう絶対勝たなくちゃいけないんだから。
いや、いや、どうしよう、そうですね。まあ、得点だけなんですけど、ある意味、振り出しになったわけですから、ここから時間がなく感じるかもしれない。いやー、いやー、カラーリボーン、カラーリボーン、決めました、カラーリボーン。オッケー、オッケー、オッケー、引き足で決めた。よし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 、それにしても、いや、完璧、やっと、いやいやいや、素晴らしい、素晴らしい、入ってきましたからね。いやいや、かなりいいです、これは。いや、高値だったけど。いや、違う。おいおいおい、フォーメーションどうする。いや、でも、このままの。え、よっ。おい、おい、おい、まあまあまあ、戻して、戻して。よし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 、こい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 、おー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 、ドーハみたいな、ほんとやめて。いや、絶対それやめて、ほんとに。イラクはいいところで受けた、いいクリアだ。ドーハ、この試合で2得点を挙げている。どうした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 、日本ボールキープしています。え、で、なんで、なんで、なんで、ありがとう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 。これは繋がらない、一気に来た、クリアして、ちょっとちょっとちょっと、いや、危ない、危ない、ストロークションで、さあ、これは、いや、おい、おい、危ない、危ない、おっと、際どいボール、ここまで持ってきたんですが、残念でしたね。そうですね、でもうまく取りましたよ。ねえ、横へ運んでいきます。一気に来た、あ、オッケー、よし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 、つなぎました、中央切って、うん、パスを、よし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 、これは読まれていました、キーパーファインセーブ、ここからトマト、おい、ちょっとちょっとちょっと、なんとかクリア、いやー、うん、今のはあー、まあまあまあ、うん、やべ、あと10分、よし、このボールを蹴る、ここは下がって、ここは、やばい、オッケー、いいでしょう、これで、いやー、怖い怖い、ちょっとちょっと、もう一度奪います、え、よし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 、運んでいきます、ここからパンダムジャイ、もう一度ないぞ、おい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 、オッケー、キープ、ここで奪います、オッケー、ポンタン、これはさあさあ出してみて、もうもう決着決着、オッケー、いい、でも、中来て、中来て、オッケー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 、エリアの左、いやー、後ろに乗ったよ、やばい、やばい、まずいって、オッケー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 、右へ出す、ちょっと、ちょっと、半面に下げないで、川口、オッケー、オッケー、オッケー、少し出して、いやー、後方へパス、さあ残り5分だよ、おいおいおい、あー、おい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 、全然ボール持ってないよ、今40分が経ったところ、一旦後方へ下げます、前使ってくれ、相手プレスめちゃくちゃ上がるですね、やばい、裏はやばいって、オッケー、ナイスで、日本日本、ウォーウォーウォー、いいいいいい、はい、やばい、やいやいや、ここは一難逃れます、おっと繋がります、出せ出せ、中へボールが入ってきたんですが、こんな感じかよ、やばい、おいおい、かぶったかぶった、これ絶対お前、オッケー、これ絶対お前っていうのやめろよ、左にさばいて、お前回して、オッケー、サイドに逃げてキープ、おっと、オッケー、完璧完璧、頼みました、ちょっと来て来て、来てる来てる来てるか、出してよ、おい、最低の取られ方じゃん、お前出せない、いやでも時間稼いでるな、ちょっと攻めらもう行けって、まだ終わってねえぞ、これ取られたらひどいやばい、リベンジでパスを回しています、オッケーない、じゃこれぐらい気持ちでいこう、マジで、日本チャンス、これ取られたらやって、ちょっとちょっと、おい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 、ほんとやめて、それは、そしてカウンの船、やばーとかやめて、ちょっとちょっとちょっと、オッケーオッケーオッケー、おい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 、危ない危ない、かろうじてクリアしました、
取って出して出して出してよ。オッケー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 。いや逃げます。おいやオッケーオッケーオッケー。再生する左へ送ります。ダメ守備に頼むよ。いやー怖い怖い。おいおい下がれ急いで。よし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 まるで何しただからもう誰とせいとかじゃねえよもうこれ。おーいさあリプレイ画面が流れています。だから間に合わなかったのその初手からこいつは。だから俺だけじゃないでしょこれは。もう一心にボールの方向行ってんだよこうやって。悪すぎるでしょこのディフェンス。なんでこんな人に蹴られるの。おいおい、まだあるまだあるよ。バリツ知ってんだろうこれ。どう考えても先輩の両チーム引き分け。これがのまま試合を終えました。いやそれはそうでしょ。違う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 。え何が違えんだよ。押しやれねえよあのプレーには。じゃあめちゃくちゃいろんなとこで顔出してやってんだってことじゃ。顔の出し方おかしいじゃんみたいな。どう考え大車輪でしょこいつの2得点は。おい。え何何。もっとその評価堪能させろや。いやー。お願いしますって。これは。え、なに？え、なに？2人でって。じゃあ。え、なになに？いや、確実に俺の評価高いし。違うでしょ、最終戦の活躍に関しては。え、なんで評価も俺の方が高い。どっちが、最終戦の評価高い。どっちが悪いって決められますか、最後。でもどっちかっつったら。いや、最終戦は絶対俺の方が結果残しましたけどね。いや、結果評価高かったでしょ。だってそれに三流子でしょ、その評価は。違う。残念ながら一次予選敗退となってしまいましたので、こちらいただきます。うぇーあぁうぇーうぇーうぇーキャバクラ行きます。